やもう絶対日本一、まあ世界一ってなってるんですけど、絶対てっぺん取るんで、毎日でみんなやってました、ね。チームで勝ったなっていうのが一番なので、まあ、自分どうこう関係なく、白鴎大学がやってきたことが全部できて優勝できたので、一番嬉しい勝利でした。本当に良かったですね。自分は絶対大学の4年間で1回で優勝するっていうことを決めてたな。今年は最後の大会だったので、絶対優勝しようかな。それをできてよかったです。2年生の時から冒険家を知ってて、そのまま大会を出てて、試合を出てて、復帰して、今年は自分の力を、自分の出来事を絶対出そうということを決めて、この大会を全部出して、まあ、自分はそのチームでも一番目立って喧嘩してるし、負けた後に夜寝ないとか、ずっと考えたりとかしてて、自分このチームの大黒柱しか。何をやらないといけないとかっていう気持ちが落ちるときにはもう、ああしようとか、またやろう、できるよとかっていうことを声をかけてあげないといけないかな。連覇してほしいっていうのもありますし、かっこよろしい試合をまた見せてほしいです。勝手に出てきました。感動して4年生が過ごすって言うと気持ち伝わってきて、勝手に涙が出てきて、4年生それがブラさんにめっちゃ期待めっちゃされてたんで、やんなきゃいけないなと思いました。やっぱり4年生がいたからこの優勝があると思うんで、本当に感謝してますし、めちゃくちゃ迷惑かけてきたんですけど、本当に最後からまで勝ち取れて、みんなで優勝という最後のところで終われたんで、しっかりもう一回日本一人行ったので、まあ、その中で厳しいマークメントをもっと練習してやっていきたいと思います。この優勝で満足したら、次はもう東海とか強いところ、自分たちが追う側だったんですけど、追われる側になると思うので、そこは牧と。次のステージにも進みますか。はい、予定です。レベルの高いところに飛び込んでいるので、今以上に努力して頑張って試合でいるように思います。よろしくお願いします。今日も激渋でしたね。ありがとうございます。いや、もうそれは変えられないです。自分のプレースタイルとか持ち味とかありがとうございます。大学バスケどうでしたか。めちゃくちゃ楽しかったです。いろんな人に出会えば、いろんな環境で、めちゃくちゃ楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。大学バスケどうでしたか。まあ、楽しかったですね、本当に。ありがとうございました。ありがとうございます。あと最後、はい、メッセージは前田レオに、どこは約束守るぞ、優勝したぞ、守ってくださいよ。ありがとうございます。